はい、皆さんこんにちは。リアルスタイルフィットネスクラブパーソナルトレーナーの奥田です。今日はですね、バランスボールを使ったトレーニング中級者編を行っていきたいと思います。で、前回ですね、初級編を行ったんですけれども、前回同様今回も40秒のトレーニングと20秒の休憩を挟みながら、10セットですね行っていきたいと思います。で、時間的には10分程度で終わりますので、皆さん頑張っていきましょう。ではまずはバランスボールの上に乗る練習から行っていきましょう。手はバランスボールに触れていただいて、そのまま骨盤を回していきます。この状態でまずはお腹に力を入れて背筋を伸ばします。はい、ではまずは1種目目ウォームアップになります。バランスボールの上で跳ねるようにして動いていきましょう。この時にお腹に力を入れて背筋をしっかり伸ばします。足はだいたい肩幅程度に開いていただいて安定させましょう。慣れてきたら少し大きく動いていきます。で、ウォームアップなので体をしっかりと温めるようなイメージで行ってみてください。はい、では少し休憩を入れます。今回も40秒のトレーニングと20秒の休憩を繰り返しながら行っていきますので、自分のペースで構いませんので、可能な方はどんどん強度を上げていきましょう。はい、では2種目目は手を前で組んで体を振っていきます。これは跳ねる動きは加えなくていいので、手を伸ばしてウエストからひねっていきましょう。目線は拳を追いかけるようなイメージで合わせてみてください。可能な方は大きく、少しきついなという方は小さく、自分で強度を調節しましょう。さあ、ウエストをひねっていくとウエストの辺が熱くなってくると思いますので、もう少し頑張っていきましょう。はい、OK です。じゃあ少し、休憩を入れます。休憩中も少し動きながら、休憩してください。水分補給も途中で取っていただいて大丈夫です。はい、では3種目目はバランスボールのサイドに手を下ろしていきます。可能な方はこの時に指先を地面につけるようにしてみてください。これはお腹のサイドを動かしていく動きになります。で、普段はこの動きというのはあまり使いませんので、このバランスボールでしっかりと動かしていきましょう。ターゲットは腹斜筋といってお腹のサイドのトレーニングになります。はい、OK です。では少し休憩を入れます。さあ、お腹の種目が続いたところで、少し休憩を入れていきます。水分補給は自分のタイミングで大丈夫なので、いつでも行っていただいて大丈夫です。 OK、 では次は心拍数を上げていきます。ボクシングです。ウエストをひねるようにして拳を対角に打ち込んでいきましょう。きつい方は正面に向かって打ち込んでみてください。いける方はしっかりと体をひねって行っていきましょう。拳がほっぺたの横に来るように動いていきます。拳が落ちてきやすいので、しっかりと拳をほっぺたの横に固定しましょう。さあ、心拍数上がってきますので頑張っていきましょう。もう少し。はい、OK です。さあ、少し心拍数上がってきたかなと思います。では、前半戦、次が最後のトレーニングになりますので頑張っていきましょう。今回の中級者編は、4種目目5種目目は、心拍数を上げるタイプになりますので頑張っていきましょう。はい、では最後はクラップに、足をつけていきます。
足と手を同時に開いて閉じる動きになります。バウンドも入れながら頑張っていきましょう。さあ、しっかり心拍数上げて、きつい方は足つけなくて大丈夫です。可能な方は足もつけちゃってください。さあ、前半戦もう少しです。最後まで頑張って、呼吸を合わせて、合わせるときに吐きます。あと少し。はい、 OK、 お疲れ様でした。 OK、 ではこれで前半戦終了です。あと1周ですね。ここからが、後半戦に入っていきます。後半戦はですね、前半戦と反対回りで行っていきます。なのでクラップと足を合わせた動きからスタートです。後半戦は、最初に心拍数を上げる種目が来るので、徐々に強度が下がっていく形になります。なのでここが、強度としてはピークになりますので、ここをしっかり皆さんで乗り越えていきましょう。さあ、きついです。頑張って、しっかりバウンドも使いましょう。バランスボールのバウンドも使って、はい、 OK です。はい、では続いてはボクシングですね。心拍数計は、次で最後になりますので、頑張っていきましょう。タオルで汗を拭いていただいても大丈夫です。水分補給も行ってください。はい、では準備していきましょう。体格にパンチを打っていきます。拳が下がらないようにしっかりと拳を体格に打ち込んでいきます。きつい方は正面、いける方は体格に打ち込んでウエストを使います。ひねりを使っていきます。体幹部をひねって行っていきましょう。さあ、だんだんと拳が落ちてきやすいので、ほっぺたの横です。拳はほっぺたの横。はい、 OK、 お疲れ様でした。これで心拍数トレーニング終了になります。ここから徐々に強度を下げていく形になります。油断せずにですね、しっかりと動いていきましょう。あと3種目です。はい、では、次はですね、サイドに手を下ろしていきます。バランスボールの真横に手を下ろすようにしてみてください。この動きは普段使われない動きなので、しっかりとこのレッスンで使っていきましょう。お腹のサイドの筋肉を活性化させます。手をしっかり下ろして、下ろすときに呼吸は吐きながら行っていきます。はい、 OK です。はい、では続いては、ですね、あと2種目になります。あと少しです。続いてはですね、手を前で組んで体をひねっていく動きになります。下半身は固定して、上半身のみを回していくようにしてみてください。さあ、しっかり振っていきましょう。可能な方は大きく、ふらつく方はですね、範囲を狭くしてみてください。さあ、あと少しです。頑張って。はい、 OK です。 OK、 では休憩入れたら次がラストの種目になります。あと少し頑張っていきましょう。ラストはウォームアップの動きになりますので、ジャンプになります。バランスボールに手を置いていただいて跳ねていく動きになります。はい、では最後頑張っていきましょう。いきます。
さあ、しっかりバウンドさせて、これ最後の動きになります。しっかりと跳ねるイメージで行っていきましょう。さあ、これ最後ですよ。皆さん頑張って、ラストの40秒になります。この40秒しっかり乗り越えていきましょう。さあ、10分間のレッスンあと少しです。頑張って頑張って。はい、 OK です。お疲れ様でした。以上で中級者編終了になります。はい、いかがだったでしょうか。中級編結構きついですね。はい、で、またですね、新しいバージョンの、バランスボールレッスンなんかも、引き続き出していきますので、皆さんぜひこの動画を見ながらバランスボールしっかり使いこなしていきましょう。では